おっと、ゲーム中断すんのかよ。なら、俺の歌を聴け。何言ってるの。私の歌を聴きなさい。あの、みんなで歌ったらどうですか。それも悪かねえな。なら、プラネットダンス行くぜ。ちょっと、オープニングはユニバーサルバニーに決まってるじゃない。なんだと？何？あの、ナルト君、助けて！セーブ終了です。お疲れ様でした。お疲れ！さて、俺はもう少し続きよっと。もう、キミにずっとプレイしっぱなしじゃない。もうちょっとだけな。手ごわい敵がいてさ、なんとか倒したいんだよ。ダメよ大胆。ギミはいつも、おい、ゲームの敵よりもダリーの方が手ごわいぜ。子供だな、オックスは。さ、プレイヤーの皆さんにお別れの挨拶をしようか。それじゃあ、皆さんもお疲れ様でした。キン、スパロボは攻撃だけじゃダメだ。ダメージを受けたら修理をするんだ。静かにしてよ。ヤジに見つかっちまうだろ。もう遅い。でも、もう少しでクリアできるんだよ。そうだろ、ゴー。これ以上の戦闘は無意味だ。そんな、私を守ってくれるんじゃなかったのかよ、ゴー。ここまでのプレイお疲れ様でした。お腹が空くだろうと思って軽食を用意しておきましたよ。セシル君、知的好奇心から質問させてもらうけど、これ何？タコスですよ。ロイドさんはご存知ないですか？いや、料理名じゃなくて、この間に挟まってる物体。その名の通り、酢漬けのタコです。生きのいいのが手に入りましたので、腕の振るいがいがありました。あ、もちろんロイドさんの分もありますよ。あー、残念でした。どうだい、見てくれたがいい。俺様の大活躍、迫り来る悪党ども、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ。パス。ついには囚われの美少女ちゃんを悪の手から救い出し、なんとお礼の銃を。パス。なんだよ、一番いいところで。いやね、プレイヤーさんがそんな話は見たことないっておっしゃってるんですよ。すまねえ、俺としたことがとんでもねえネタバレを。話の続きはゲームを進めて自分の目で確かめてくれ。パス、虚しいですよ。お疲れ様、シモン。ご飯作ってきたわ。ありがとう、ニア。ちょうど腹が減ったんだ。あ、ロシアの分を忘れてました。大急ぎで作ってきますから。いえ、結構です。遠慮するなよ。なんなら俺のを少し分けて。
本当に結構です。ゲームを中断したことですし、お二人でゆっくりと食べてください。では。言いつけ通りセーブしといたぜ、大将。ご苦労だったね。お礼代わりにこのゲームのエンディングを見せてあげるよ。ははははは、こりゃすげえ。こいつはすごすぎて笑っちまうぜ、大将。皆さんも僕が彼に何を見せたか気になるかい？そいつを知りたきゃとっととゲームを進めるんだな。その果てに君が見るのは絶望と希望、どちらだろうね。やあ諸君、楽しんでいただけましたかな。ですがまだまだゲームは続きます。そしてこの先には新たな展開が待ち受けているでしょう。私ことアシュラ男爵がドクターヘルによって蘇らせられたこの地獄、いや新しい世界が待ち受けていたように、我々が次にお会いする時にはさらに驚くべき何かが起こるかもしれません。再会の日を楽しみにしております。それではしばしのお別れを。あら、ここでゲームをおやめになるんですね。でしたらゆっくり休んでください。でも必ず戻ってくると私と約束してくださいね。では日本のやり方ね。嘘ついたら針千本伸ばす、指切った。